敗因はもう分かりました。マジでこのゲームは投げが強い。これ勝てるっしょ。飛ぶねー飛ぶねー飛ぶねー。リスナーのリプレイ見ながら、誰かいる？適当コーチング、ほうプラチナ1見させてもらおうか。まあ敗因はもう分かりました。敗因はもう分かりました。君が負ける理由が。はい、はい、わかりました。ガードしてください。まあ攻めはコンボとか、まあいろいろキャミーの強い動きはあんままだできてないけど、でもそれ以前に多分防御ができてなさすぎて負けてるね。攻撃は通ってるから HP 有利とか取ってる場面があるんだけど、置き攻めを全部インパクト、ジャンプ、投げを入れてるから、打撃をマリーザに打撃を重ねられて、ひたすら体力減らされて逆転負けってのがあるから、これ全部ガードにしたら、ガードにして相手あとこんぐらいだから昇竜一発で終わるなとか、 SA1 一発で終わるから、あのマリーザのグラディウスを貯めてる時に SA1 打ってやろうとかって考えができるともっと勝てるかもしれない。でキャミーは空中ストライクもっと使ってください、強いんで。ちなみにこのゲームはプラチナまで相手を倒す術を覚えて、プラチナから相手から倒されない術を覚えるゲームなんで、でダイヤからはその2つを使っていかに戦うかっていうのが始まるんで、防御をしっかりとやってもらえたらいいかなと。ガード意識します。うん、その大丈夫だから、攻めはうまくいってるから、もうとりあえず浮き上がり投げられてもいいからガードしてみるっていうのをやった方がいいかもしれない。で相手でガードするかとかぶっ破するかとかは決めていい。で起き上がりインパクト連打するぐらいなら OD ぶっ破した方がいいよ。じゃあダイヤモンド1クラシック流見ていきましょう。さあ相手はジェイミー。ジェイミーもむずいんだよな対策。おお出る中段、はい、ここまではしょうがない、俺でもなる。うんうん、投げ押しちゃう。これはしょうがない。マジでこのゲームは投げが強い。相手うまいね。対空が、対空出したい。飛ばれ放題。はい出た。いいよ。うん、投げした後ドライブラッシュで置き攻めいきたいね。ドライブラッシュ中パンとかで投げか打撃のタクとかにしたいね。あれで波動拳打ってるから飛んでくるよそろそろ。全部飲まれてる。はい置き攻め、はい、はい、インパクトダンダン昇竜拳、はい、SA 使ってく、いいよ。これ勝てるっしょ。セーフティーに行けば絶対勝てるよこれ。あーまだ行く、まだ勝てる。うわー中盤出したかったかな。インパクト見ろ、俺だったらインパクト見る、俺だったら死ぬほどインパクト見る。うわー絶対食らっちゃいけないの食らった。まあなんか見てると火力が足りないね。中足から一旦走ってみるのもありだし、
波動拳打つふりして飛んできたところを昇竜で落として、でドライブラッシュで置き攻めとかも行きたいし、なんかやっぱ竜はどうしても弱波動打って落とす動きがしたいね。今の戦いはもうずっと上飛ばれてたから、 2,3 回飛ばれた時点で、ああもう飛んでくるなってのを読んで、昇竜拳、まあ出ないなら出ないで意識して出して、うん、でとりあえずダウンさせてドライブラッシュで、まあ置き攻めの中段とかが強いから竜はそういうの絡ましていってコンボ伸ばさないとしんどいね。で中足だけでじゃなくて大パンもっと使ってあげてほしい。これね、これあれも強いから、あれと側頭、大側頭を混ぜながら戦っていくと、多分ああいう敵には引っかかるから。ダイヤ2マリーザ、道義キャラに勝てなくなってきたのでアドバイスお願いします。はい、任せてください。もうしかもクラシックマリーザ、なんだ急にめっちゃうんこ座りしてるけど、飛ぶねー。飛ぶねー。飛ぶしガードしてないねー、そりゃ負けますわそりゃ負けるよ。マリーザの戦い方をしたいね、もっと。飛ぶねー、飛ぶし、もう前入れっぱだね一生。なんか適当じゃないプレイングが、まあ、まず一つ飛びすぎ、相手に触る方法が飛びしかないって感じがする。まあ、もっと中パンのターゲットコンボをでとりあえず巻き込んでみるっていう動きがしたいし、マリーザだったらやっぱじりじり歩いていってっていう動きがやっぱしたいね。なんかもう触れなくなったらひたすら前に入力してボコスカ食らってる感じがする。だから歩きガードしながら近づいて、どうにか巻き込んでぶっ壊すっていうのがマリーザだから、もっとマリーザらしい戦い方をしたいって感じかな。